今回はですね、こちらに来ております。ブラジリアン柔術のクラス、レワザーワールド品川代表が長谷川さんですね。両手でキャッチして、相手の膝関節のところに足のソフトを皆さん、お願いします。ワン、ツー、スリー。お尻上げて、スパイラが相手を軸に正面を持ってください。ワン、ツー、スリー。お、いいですね。はい、こんばんは。柔術様に釣り、エンジョイビージージライフの松井です。今回はですね、こちらに来ております。東京都品川区レンタルスペースエイダというのも、今回ですね、こちらのレンタルスペースの中で開催されているブラジリアン柔術のクラス、レワザーワールド品川代表が長谷川さんですね、会いに来たというところでもございます。で、まあ、名古屋から品川まで大体まあ2時間ぐらいですかね。まあ、早速ね、あの中にこのメンバーの皆様がいらっしゃいますので、松井クラス、ここから開催していきたいと思います。まあ、非常にありがたいですね。こうやってあの声掛けいただいて、まあ、東京に来させていただく機会があるっていうのは非常に光栄なことだなと思っております。ここの前に昼間ちょっと時間があったんですよ。リバーサルジム新宿ミーミーさん、ミーミーさんでも、ご練習させていただきました。ミーミーの皆様、山崎代表ありがとうございました。はい、まあ、そんな感じで今からね、ツイクラスっていうのをやっていきたいと思いますので、本日も最後までご視聴いただきまして、もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、グッドボタン等ですね、コメント等もいただけますととても嬉しく思います。じゃあ、いってきます。皆さん、お願いします。ワン、ツー、スリー。
ここまで。これ本当にゆっくりでいいので、本当お尻上げてスパイ。えい、結構スタンプして正面。で戻し。伸ばす、えり、キック、スタンプしてから正面ですね。技術の大事なところは一個一個このスペースをちゃんと埋めてあげるというのがとても重要になるので、順番をよくやっていきましょう。 OK ですかね。じゃあいきましょう。ワン、ツー、スリー。ラストガードに直結します。この角度だったら切ってそのままラストガード。あーよくあれ逆も一緒ですね。そのままラストガード。ちゃんとこのスタンプが効いてるのでここでコントロールができます。これが間違ってるとラストガードがラストガードができない。同じことやりましょう。お尻上げてまず足伸ばすんです。足伸ばすんですけど、この足と自分のお尻を離すようにしてください。距離、これを離すようにしないとこっち、こうじゃないですね。一番遠く、この自分の右足とお尻を遠く、この距離、まず遠くするっていう意識をしていきましょうか。と伸ばした方の足の手を離します。で、手前の襟、ここキック、スタンプして、相手を軸に正面持ってくる感じ。自分軸に正面持ってこうと思うとこんな感じ。すごい大変ですね。こう引っ張らないといけない。相手を軸に正面、お尻上げてスパイラル、襟、またキックしてスタンプしたら相手軸に正面。これができるといいですね。普段下のガードやらない方でも、このガードやられた時の対処方法をこう自分のやる身になって知っておくとパスしやすくなりますので、ぜひもう一回ちょっと意識してやってみましょうか。ありがとうございます。いきますね。ワン、ツー、スリー。めちゃくちゃ苦しい。スパイラル、これね、こうし、で、まだここ、ここからないですね。これだけで結構苦しいです。これが大事です。ここから三角はいけないですね。効きにくいですね。持たれてるんで。ここで三角行こうと思うと、左手でガードされます。そりゃそうですよね。警戒するんで。ここから出ない日。腰。で、ちょっと伸ばして、で、また腰。もう一回します。そしたら、自由になるんです。三角。
して。あ、これはもう、あの、行けば行くほど閉まります。はい。はい。ちょっとゆっくりやりましたけど、ちょっと周り気をつけながら、ゆっくりやってみましょう。はい、1、2、3! お、いいですね。お、ナイス。これだけやってると皆さんもうスパイダーのこの向きがだんだん完璧になっていってますね。これも素晴らしいです。で、ここからまた同じことやります。キックして、で、伸ばすとこ伸ばしとくっていうのが大事ですね。伸ばすときは伸ばしとく、で、曲げるときは緩めて、できたらちゃんと襟持ったらもうすぐ外で一旦勝負。ここでいきなりデラフィーバーに落とすると相手も警戒して、さすがにそうそうそう、膝外なし、これ入れさせてくれない。最悪のパターンはこのまま膝つかれるともう僕の形が死んじゃいますね。そして枕もされます。ここからスパイダーがキックしたらちゃんとまずスタンプですね。で、正面、ここで相手をちゃんとコントロールしてます。で、ここからセット三角決めるんじゃなくて一旦一旦崩してあげて、で、お尻は極端に上げてみてください。こうじゃなくてもう極端これぐらい、自分の後頭部つくぐらいやった方がお尻上がります。この姿勢は全然相手見なくても大丈夫です。お尻上がることが大事です。落とす余裕に合わせてこの相手の肘を流してあげます。まあ、あとはここの隅をキャッチしてあげたら、左足がなくても相手は頭を上げづらいですね。上げづらい。その間にちゃんとスタンプして、で、ここからですね、全然ゆっくりでいいです。左、右、左、右、これだけで相手の状態が落ちてきますので、ここから3回スパイダー蹴り、キックして外して、焦らずちゃんと一回スタンプ正面押したい。で、自分の正面作って極端に腰上げる、4秒落ちます。そしたらちゃんと蓋してあげて、ゆっくり大きくいくぐらい全然大丈夫です。ゆっくりできれば早くもできますから全然ゆっくりやってみましょう。
では皆様ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様。皆さん手振ってくれて。